こんにちは。松原美里です。ただいまより梅チャンネル保育書類の書き方をスタートいたします。まずはですね、こちらを配信しますよっていうお知らせを出してみたいと思います。よろしくお願いします。ちなみにですね、この梅チャンネル、実は私、自宅で放送しております。そのため、先日見てくださった方からですね、宅配便だって言って、私が一瞬いなくなったのをですね、こういう感じなんだって、ちょっとこうびっくりしたっていうお話をもらいましてね。ちょっと緩いかもしれません。で、またですね、ピンポーンって来た時に、できればちょっとね、こっちに集中したいんですよ。なんですけれども、どうにもお待ちいただいてしまったりね、再配達のお手間をおかけしてしまうと申し訳ないので、そういう時はもしかしたら行くかもしれません。その時はちょっとお茶飲みに行っていただいたりですとか、そんな感じで緩くお付き合いいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そしてこの梅チャンネルのご紹介からまず始めたいと思います。私、松原美里なんですが、保育士、そして児童養護施設の職員を経て、自分で保護者の支援ですとか、子どものために大人が輝く背中を見せるということが大事だというふうに思いまして、コーチングや心理学や NLP ですとか、そういったいろんなものを学ぶ中で、こういったものをやっぱり保護者ももちろんなんですけれども、現場の先生たちに役立てていただきたいなというふうに思いまして、保育士コミュニケーション講座というものを2008年からですかね、ずっと開催をしております。で、そういった流れの中で、いろんな受講者さんとですね、つながることもでき、そして、そうですね、各地から研修のご依頼をいただくようになりまして、今、新潟ですとか沖縄ですとか島根の松江、隠岐、浜田、そして、この間どこ行ったんだったかな、徳島、そして、ちょっと今すぐ出てこないんですけども、これからね、倉敷にも行きますし、大津にも行く予定がありますので、またお会いする皆さん、ぜひ、いろいろお話できたらと思いますので、気軽にお声かけください。で、そういったところでいろいろ、知り合う中でですね、中には、何年か越しにですね、また再受講いただく方もいらっしゃって、で、そういう方たちがよく言葉にされるのが、私、先生の講座を受講して、あの時、すごい良かったって思って、現場で絶対やるぞって思ったのに、思ったことを今の今まで忘れてましたというふうに言うんですね。で、そうだったんですねって覚悟を決めて、それを皆さんとね、一緒にこう、やろうと思って現場に帰ったけれども、現場の忙しさの中で、忙殺されてしまって、あるいは嵐に揉まれてしまって、なかなかその自分の思い通りに、なかなかやり取りができなくなってしまったってところがあったんですかねっていうお話をしてました。で、私としても、なるべくだったらやっぱりその現場に行ってからこそが勝負だと思うので、現場と今とですこうつながりが持てるようなフォローアップの仕組みがあるといいなというふうに思ってました。で、梅チャンネルというのを今年の2月の終わりからですね、毎週ぐらいで、配信をしております。で、今現在私は、横浜の保育園の施設長を経て、で、静岡県に、拠点を置きながらいろんなところで講座をしてるんですけれども、割とですね、今回のテーマにつながるところで言うとですね、今回保育書類の書き方というテーマで、アメブロの方でも告知文を書かせていただいたんですけれども、割と新人さんの悩みで多いのが、こういった保育の書類をどう書き分けていくかというところなのかなというふうに思っています。私自身施設長をしている時に、やっぱり現場に思いを持って入ってきた先生たちが、一生懸命その先輩たちの書いた書類、保育日誌ですとか、あと発達記録ですとか、そういうのを見て同じように書けばいいんだよって言われてですね、参考にして書くんですけれども、なんかこう、似てる風なんですけど、なんかちょっと違うんですね。で、先生ごめんね。これ書き直しなんだよね。ちょっとだけここ直せるかなとか、あと、これ何のために書いてるか分かってるかなって。
これそもそもその成長の発達記録っていうのは先生の記録じゃないんだよって、何のために学科知ってるっていうお話をしてですね、でやっぱりいろんな先生によってその微妙に視点は違ったりするんですけども、実はベテランから今やってらっしゃる先生のど真ん中のポイントっていうのは割とギュッと核心として同じものを握ってたりするんですね。で、そういうのが書き慣れてくるとわかるんですよ。でも書き慣れてない新人さん、どうやって獲得していったらいいんだろうかって、この方たちにこそ分かってほしいわけなので、そこら辺をどう伝えていくかってところが肝かなと思ってるんですね。で、とはいえ私自身も新人の頃はやっぱり書類ってすごく苦手でしたし、私子供が好きで保育士になったのに、なんでこんなに長い時間保育の書類に手を取られてるんだろうって、もっと子供と関わりたいよっていうふうにすごく思ってですね、もどかしいなっていうふうに感じていたっていうのも自分の側の真実としてあるんですね。で、一方で、そうですね、保育園に就職した後の児童養護の現場の中では、もちろん子供の日々の日誌と四半期ごとの振り返りってあるんですけども、私は一方で、ケースワーカーさん、子供がいて家庭があって、ここで何かが起こった時に、ケースワーカーさんに連絡が行って、児童相談所の方ですね、この方がどういうふうに措置をしていくのか、家庭とつなげるのか、それとも園に児童養護施設に委託をしていくのか、措置していくのか、なんてことを決めるんですけれども、このケースワーカーさんが家庭と園をつなぐキーになる方なんですね。で、この方たちにもっと子どものためにいろんなことをこう知ってもらいたいなと。家庭とつないでもらうためにも子どもの様子を知ってもらって、お父さんお母さんに伝えてもらいたいなというふうに思ってですね、別に求められてもいないのに毎月状況報告書を自分で書いてました。受け持ってた子どもたちが、私のケースが4ケースでしたかね。で、そうすると毎月4枚書類を書くんですけれども、あんなに書類嫌いだったのに、あんなに苦手で意味が分かんないって自分言ってたくせに、なんで書いてたのかなって思うと、やっぱり子どもの様子を月ごとに変わっていくこの成長を親御さんに届けたかったんですよ。ですし、親御さんに届けるキーパーソンになるのが児童相談所のケースワーカーさんだったので、まずはその方に知ってもらって愛着を持ってもらって、そして家庭とつなぐサポートしてもらいたいって思ったので、その目的のためにやっぱり記録を書いてたんですね。この辺りから私、記録って書かされるものじゃなくて、届けるためのものなんだ。どう届けたいのか、その結果をどう作っていきたいのかっていうところに大事な鍵があるんだなっていうことを意識するようになりました。で、そういったところも踏まえて、私は多分施設長になった時に、新人さんですとか、こう記録のちょっとこう偏りがちな職員への、こういうふうにしたらいいんじゃないですかっていう提案を入れながら、日々書類に印鑑をしながら直しをしていたわけなんですけれども。そうですね、今現場の先生たち、中堅以上の先生たちに研修をする中で、まさにその中堅層、ベテラン層で主任の先生たちが悩んでらっしゃるのが、新人さんに対しての記録の書き方をどう指導したらいいのか。それ以外にもたくさん指導っていう項目はあるんですね。生活面の指導だったり、あとはこう保育の中での言葉遣いだったり、いろんな伝え方っていうのがあるんですけれども、もう片っ端から全部本当は指導したいところもあるんですよ。ただあんまり指導しすぎると、なんかこう、言われすぎて嫌かなっていうところもあったり、あと大事なのは考え方だったりするんですよ。その考え方をどういうふうに自分の中で落とし込んで言語化していくかっていう、この考え方、なまっちゃいましたね。考え方。この考え方がですね、自分の中で無意識にあるけれども、あえて言語化していくっていうことが、この中堅層以上の皆さんスキルを持ってらっしゃる方たちが、若手の方にスキルを渡していくときに大事になる架け橋の部分になるんですよね。というわけで、よく書類をどう書き分けますかっていうのを研修のワークの題材にさせてもらっています。で、例えばお便り帳、あるいは
年間指導計画、そして月案、そして週案、日案、そして行事計画書、また発達記録、先ほどからお話に上がってますね。そして会議の議事録ですね。こういったもの様々あるんですけれども、その中で何を意識して書き分けてますかっていうふうに題材を出します。で、全部出すとなかなか考えにくかったりするので、皆さんが割と考える題材にするのがお便り帳と年間指導計画と月案と発達記録、この4つが割と分かりやすいかなというふうに思っています。なので今回はこの4つを切り口にしながら、どう考えてどう記録に書き起こしていくのかっていうところをちょっと考えて、一緒に共有していく時間にしたいなと思っています。はい、職人さんの暗黙の了解ってあるのでね、その辺が言語化できると架け橋かかりやすくなるのかなというふうに思います。はい。でですね、まずお便り帳なんですけれども、どうでしょう。これご覧になっている皆さんは、お便り帳を書いたことがありますか？もしも書いたことがあるとしたら、それは保育者としてですか？それとも保護者として自分のお子さんの記録を書く。今日何を食べました、どんなふうにして過ごしました、熱は何度でしたっていうのを書いて、園の方に渡す側の保護者の立ち位置だったでしょうか。またまた人によっては保護者としての経験もありながら、保育者として連絡ノートを書いてますよっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、そういうものがあるんだっていうことは薄々感づいてはいても、ピンとこないなっていうふうに思う方もいらっしゃると思います。で、このお便り帳っていうのは、例えば0、1、2歳児のクラスでは必ず全員毎日書くものになってると思うんですね。で、どういうふうになってるかっていうと、クラスにもし0歳児が12人いるとします。で、正規の職員が3人の子供に対して0歳は1人の保育士がつくっていうのがあるので、3対、1、つまり12人のクラスだと4人保育者がいるということになります。はい。で、この4人の保育者が日々の子供たちの様子を見ている中で、印象に残った場面や、あるいは発達でとても記載しておきたいこと、お伝えしたいこと、この保育の時間帯というのは、お子さんが朝、お母さんとお父さんと一緒に出勤、登園してきて、朝のだいたい7時半からこうずっと夕方6時、7時、園によっては8時、9時ってあるかもしれないんですけれども、その時間帯までのこのゴールデンタイム、この可愛くてしょうがないね、ゴールデンタイム、いろんなドラマが起こるゴールデンタイムに何が起こっていたのかっていうのを書くわけなんですけれども、実質的にはいつ書けるのかっていうと、職員も早番の職員がだいたい朝7時ぐらいから出勤してきて、夕方の4時まで、4時半まで。で、普通班の職員が8時から夕方の5時、5時半ですかね、そのぐらいまで。で、遅番の職員が10時半からだいたい7時半とか8時とか、それ以降の職員の設定の方もいらっしゃると思うんですけれども、そういう中で書くので、主に主活動がメインになるんですよ。主活動って何かっていうと、だいたい朝、登園してきた後のどんなふうに子どもたち同士で遊んでいたかって様子だったり、あとは朝の会の時の子どもの様子だったり、遊びに行った先のお散歩先でどんな遊びをしていた、どんな子ども同士のやり取りをしていた、あるいは子ども同士の面白いエピソード、こんな成長が感じられましたよっていうご報告、つまりその日常の中での心が動いた場面、あるいは子供にとってのきっと大事であろうっていう、このきらめく一瞬を書き残していくっていうのがお便り帳になります。はい。なので、いろんなこと書いていくんですけども、今まで私もこう保育者と一緒にお便り帳を見ている中でちょっといただいたことがあってですね、それはリクエストだったんですけれども、いつも
遊びの様子を描いてることが多いけれども、遊んでる時の様子ばっかりじゃなくて、もっとご飯の様子や、あと排泄の様子、トイレに行って帰ってこないとか、着替えもお家では一人でできないんですとか、あとこうご飯食べる時もお家では座って食べることができないんですっていうお話もあったりして、そういうふうにうまくいかないお家での子育てのヒントが欲しい。だからなぜうまくいくのか、先生たちはどういう工夫や配慮をしているから、こういうふうに子どもたちがスムーズに動くのかというところを、ぜひその連絡ノートに書いてほしいんですっていうようなリクエストをいただいたことがあって、ああ、なるほどなって思ったんですね。つまり連絡ノートは保護者と園との子どもの様子を共有し合うためのツールであり、保護者に見せない顔を園では子どもって見せるんです。これ何かっていうと、家庭では自分が、例えばお父さんとお母さんに対して一人の子供で、これ家庭っていう集団なんですけれども、基本的な社会集団の一番最初のところになるんですね。で、一方で園はというと、同年代の子供たちが何人もいます。十何人います。その中で自分は十何人の中の一人なんです。そうすると先生の数もやっぱり限られてますし、例えば先生4人、0歳の場合4人いますよって。けれども1人がご飯を取りに行ってる、1人がテーブルを出している、1人がアレルギーの子どもの対応をしている、で1人が全体を見ているっていうふうになった時に、全員の子どものことをしっかり把握するっていうところも必要になりますし、まあ、あとはその様子ですね。子どもたち自身も実は察するんですよ、結構。あ、先生今ちょっと大変かなって。そしたら本当はわーって甘えたいけど、ちょっと大人になってみようかなって言ってですね、割と物分かりのいい顔すること多いんですよね。あと集団マジックといいますか、みんなが座る習慣がついているところに、例えば2歳の学年だとして、みんな座って食べる習慣があるところに、あんまり座ってご飯食べれない、立ち歩いてしまうっていう習慣の子供が2歳から入ってくるとします。そうすると自分はバーって歩くんですけれども、どこかであれって思うんですね。これ何かっていうと、他の子供たちができていることを自分はできてないなって、座るものなんだよ、座ってもぐもぐ食べるものなんだよって言われて、他の子見て学ぶんですね。あ、ここではご飯座って食べるんだ、ちょっと嫌だけどやってみようかな、慣れないけどやってみようかなっていうことで、だんだんやり始めていって定着してくる。けれども家に帰るとまたそのお友達はいないわけですよね。家庭でお父さんお母さんと自分ってなった時に、見てほしい気持ちがすごく出るので、また立ち歩いてしまう。で、そんな様子の違いも、これヒントとして、やっぱり集団の中でこういうふうに声かけをしているのでとか、あるいはそういう背景もあって、みんなの様子を見ながら自分も一生懸命スプーンとフォークを使ってお話しながらご飯を食べてますよとか、そういう様子を伝えてもらうことで、子どもの多面性に気がつくことができるんですね、保護者も。で、ああ、なるほどって言って、ゴールデンタイム自分たちは見ることができないけれども、先生の目を通して連絡ノートを通して知ることができますって、すごく楽しみにしてくださるんですよね。なので子どもの様子、エピソード、成長なんかを分かち合うために書くのが連絡ノートです。で、親御さんたちもお家での様子を書いてきてくださいますね。1行書く方もいれば、すごく丁寧に書いてくださる方もいて、でよく丸文字でね、すごく丁寧に子どもの様子を書いてくださっていて、ああ、お母さんいつも丁寧にっていうふうに思っていたら、書いてたのお父さんだったなんていうお話もあって、お父さんかわいい文字なんですねなんて言ってね、すごくいつも心温まるエピソードありがとうございますって言って、すごいほっこりしてね、お父さんのファンになりましたっていう職員がいたりとかね、するんですけれども、そんな家庭との架け橋です。で、ここで保育者が気をつけるっていうところがあるんですけれども、それはやはり他の記録とちょっと違うのが、堅苦しい言葉ではない、何々であった、このように見られる、今後はこうしていきたいみたいな書き方はしないんですね。今日は何々ちゃんはどこどこ公園に遊びに来ました。で、そこでお友達同士でやり取りをしている中で、今までは貸してって言えなかったんですけれども、勇気を出して貸してって言ったんです、今回はって。そしたら、そんな何々ちゃんの様子を見ていた他の子が、あ、
今言えたっていうふうに気がついて、頑張ったねっていう眼差しをしながら、どうぞって貸してあげるっていう。それを見て、周りの子が、言えたね、言えたねって言ってね、こう応援してくれる、本人も嬉しそうにしてるって場面がありました。で、こういうふうに心の中の育ちを大事にしていきたいですね、というように、ちょっと話口調になるんですね。ただ、ここで超えてはいけないラインがありまして、慣れ慣れしくなってはいけないっていうところなんですね。お友達ではありません。プロとしての一線を踏まえた上で、保護者に対してプロの関わりを伝えていくっていうところがキレです。もう大事なところですので、そこではあんまり好ましくないのは絵文字ですかね。はい、できれば日本語で伝えてあげてください。で、ニュアンスは実は大事だったりしますので、どんな言葉を使うとこの複雑な心境だったり場面を伝えられるのか、よくびっくりマークの後にこういう文字を使ったりして伝える先生たまにいらっしゃるんですけども、気持ちはわかるんです。ただ思いがけない成長に一度驚きましたとか、そういう言葉を使っていただくと、すごくお互いに共有しやすいんですね、状況を。あとは心境が伝わる、心情が伝わるので、お互いの心が豊かになっていくっていう側面があります。はい、というわけで、自分の記録を書きながらも、例えばいろんな先輩のお便り帳をちょっと見せてもらったりですとか、そういうふうにしていくといいですよね。で、先輩がもしも後輩さんに指導するときには、その伝わりやすいようにというところと、あと言葉遣いがどのようになっていくのかってところをちょっと確認をしていただいてですね、あ、こういうポイントを押さえて、しっかり自分なりに理解できてるなってところが分かってきたら、独り立ちっていう形で出してあげてもいいんじゃないでしょうかね。はい、何回かは下書きしてもらったりしてね、この時どう書くって、ああ先生はこうやって伝えるんだね、私ならこういうふうに書きますよとか、ここだけちょっとこの表現変えてみましょうか、なんていうふうにしてね、やり取りをしているところもありましたね。はい、というわけで、お便り帳でした。はい、これは後々振り返った時に成長の交換日記にもなりますので、ああこんなことあったわね、そうよね、成長したわよねっていうふうに保護者も思うきっかけになりますし、きっと保育者の方も振り返りながら、こんなことあったよなって、保護者とのやり取りにすごく感慨深いってところがあるんじゃないかなと思います。あ、そう、大事なことを伝えるの忘れてました。お便り帳で気をつけたいのは、文字で残すと複雑になってしまう対応についてなんです。例えば噛みつきですとか、トラブルが起こった時、このトラブルに関しては口頭で相手の表情を見ながら、自分が伝えた内容がどう相手が受け取っているのか、どのように伝わっているのか、そういうのを確認しながらお話をして、で、やっぱり伝える時には表情ですとか、その時の状況を、絵を、一枚の絵を一緒に共有するように、ここでこういうことがあって、この時にこの子の心の帯はこういうふうになりましたと。で、この時に結果的にこうなってしまって、ここを止められなかったのは大変申し訳なかったんですけれども、実は何々ちゃんにとってはとても大事な学びと成長があったんですって。ですので、私たちもここを大事にしながら今後は見守っていきたいと思いますので、よろしくお願いしますっていうふうに、やっぱり言葉で伝えた方がいい場面もあります。というわけで、お便り帳に書くのを一旦、考えた方がいいのは、そのトラブル事例ですね。ここに関しては先輩と相談をする。で、後輩さんに指導する先輩さんに関しても、そういったトラブルに関してはいろんな事柄やっぱりありますよね。例えば失敗した事例、難しくなってしまった事例なんかをちょっとこうお話しいただいて、こういうこともありえるから、やっぱり口頭でしっかり状況を伝えて分かってもらうっていうのも大事ですよっていうふうにお話をしてもらった方がいいかもしれませんね。はい、というところでお便り帳でした。そして年間指導計画というのが保育の現場にはあるんですけれども、保育じゃない方はきっと何のことやらと、なんか漢字が並んでるなっていう感じがするかもしれないんですが、これはつまり1年間の子どもの成長ドラマを保育者が筋道立てて作っているものが年間指導計画になります。はい、5領域と言われるもの、言葉ですとかいろんなね、こう切り口があるんですけれども、
それぞれが、例えば3歳児だとしたら、この3歳の年齢の中で、この1年間を通して、例えば言葉は自分の思いを相手に伝えられるようになるとか、あとこう、環境に関しては、さまざまな環境に触れる中で心を養いとか、なんかそんなような形で、年齢ごとに目標を立てているんですね。で、この目標も、やっぱり社会の変化ですとか、園を取り巻く環境の変化によって、毎年少しずつ変えていく必要があるんですね。なので、大幅にリニューアルをするかどうかは、園自体の方針で決めていった方がいいと思うんですけれども、私たちは毎年、年間指導計画、どこをどう直したらいいのか、来年度どうしていこうかっていうのを、園全体でディスカッションして、で、3歳児に関してはとか、4歳児、幼児に関しては今後こうしていった方がいいと思います。で、2歳に関しては今こういう課題が出てきてるんで、来年はこうしていった方がいいんじゃないでしょうか。で、話した後にみんなで赤ペン入れて、で、それをみんなでこう反映をして、次の学年に引き継ぐってことをやってましたね。で、それはドラマが、やっぱりこの時代の流れと一緒に子供が育っていく、そこに適しているかどうかを見て考えて落とし込んでいく、このやっぱりプロの目線と社会との融合意識っていうのはとっても大事なのかなというふうに思っています。はい。で、ご領域プラス、今広報ですとか、どんなふうに伝えていくのかっていうのも少しずつ監査の中では切り口に入ってきていたりもしますし、あと、そうですね、大体四半期の中で春、夏、秋、冬っていう形でですね、この季節には子どもたち3歳の子はこういうことを体験していくっていうところが、イメージができるように書き起こしていきます。じゃあ夏になると、春最初は馴染めなくて、いろいろこう葛藤しながらクラスと馴染もうとしていた子どもたちもだんだん余裕が持ててきて、夏になると夏祭りとかそういう行事を通じて自分を発揮していけるようになるとか、で、その夏、例えばいろんな行事があるとクラスの団結力が高まっていきますので、そこで次の秋に向けてこういう取り組みを通じて、例えば運動会とか、そういう中で子ども同士の心のつながりや、お互いを支援し合うような流れを作っていくとか、クラスが一丸となってやっていくとか、で、また最後のこう季節になりますと、このクラスが総まとめに入ってきますので、その中で子どもたちが成長している前提で、じゃあどういうふうに今後の1月、2月、3月を迎えていくといいのか。もしかしたら、節分の行事や、あるいは発表会もあるかもしれませんし、作品展をやってる園もあるかもしれません。つまり、総まとめなんですね。この学年が総まとめとして花開いていくために、どんなふうにプロデュースをしていったらいいのかっていうのを、プロデューサーですね。私最近プロデューサーっていう時にこう、長袖をここからかけてですね、いいねみたいな感じで、ちょっとプロデューサーになってみるっていうね、こう、なんかこう、マイブームなんですけど、はい、そんな感じなんですよ。保育士の先生も、クラスの子どもたちが年間を通じてどういうふうに成長していくのかっていうドラマをプロデュースしていくっていう視点が、年間指導計画です。で、これを落とし込んでいくのが、月案、月あたりの計画案です。これは、年間でドラマできました。じゃあ行ってみようっていうふうにやるとですね、漏れなくですね、ちょっと落ちてしまったり、計画通りに終わってしまうってことあるんですよね。なので、月ごとに今月の目標はこうしましょうって。4月はこうしていきましょう。5月はこうしていきましょう。6月はこうしていきましょうっていうのを、例えば春も3ヶ月に細分化するんですね。夏も3ヶ月の中でその目標とする姿が達成できるように、どうやって落とし込んでいこうかっていうのを今考えていくんです。これはおそらく A4、 違うな、A3 の紙1枚かな。ここにクラスの目標っていうのを、例えば言葉とか、なんかこうクラスとしての目標を書いて、いろんな項目ごとに表に書いた後に、裏側には今度個別の子どもの姿っていうのを書き入れていくんですよね。で、例えば新しい子が入ってきて、その子がまだ多分4月はクラスになれないだろうなっ
って思ったら、その子の様子と目標とする姿っていうのを最初、月の初めまでに書くんですよ。例えば、新しい園に入園し、不安もある中で園のことを知り、仲間と一緒にクラスに馴染んでいくっていうことを子どもの目標とする姿としますよね。そしたらこの子の場合、これ月の、計画が終わるときに月末にこの報告をやっぱり入れるんですよ。でこの子は例えばちょっと馴染めるかどうか心配はあったが、すぐにクラスに溶け込み自分を発揮して仲のいい友達を作っていたと。でこれからは自分の我とクラスのお友達とのその融合っていうところをどう持っていくか一緒に考えていきたいなんていうふうにですね、こう計画立てたら振り返りを必ず入れます。これを全員分やっていきます。よくありがちなのがこの計画もとりあえず写しちゃうで、振り返りもなんかいい感じで書いちゃうっていう人がいるんですけど、これすごいもったいないんですね。何かっていうと、人ってどうなってほしいっていうことを明確に頭に思い浮かべることができると、そこに近づけようとしていろんな工夫や努力をすることができる生き物なんです。でも考えないであるものをコピペしてピッて書くと、いいんじゃないそんな感じでってなっちゃうので、日々子供と関わっててもどうしようかどう関わっていこうかというアンテナが立たなくなっちゃうんです。超もったいないですね。でそうすると子どもの関わりなあなあになっちゃいますし、本当の意味で質の高い保育とはほど遠くなってしまいます。だって先生に見えない姿が子どもに見えます？子どもはきっと手探りでやっていくので、もちろん子どもなりに成長はしますよ。ただ、何のためにプロはいるんですか？ただ子どもと遊ぶためじゃないんですよ。この子はこういう力を持ってる。じゃあこうなれるためにどう関わっていこうか。声かけ一つでも子どもの行動変わります。立つ位置一つでも変わります。眼差し一つでも変わります。これをそれぞれプロとしてのあり方に転換していくためのあり方が、月案の裏側にある個別の計画、目標と振り返りになります。で結構これは私たち正規の職員と非常勤の職員の情報共有にも役立てていたんですね。でなかなかシフトで週に1回しか入れない人もいれば、毎日入ってる人もいるわけなんですけれども、週1回の方だとこの自分が来るまで浦島太郎のような状態になってしまうんですって。1週間の間に子供何が起こってたんだろう、この子なんで今荒れてんだろう、あ、2人目できたから今不安になってるんだなんていうふうに、いろんなその変化を踏まえてですね、ちょっとずつですね子供の様子を共有していくってところもですね、実は大事な月案の役割だったりします。はい。で、週案なんですけれども、これまたそのドラマをさらに落とし込んでいくものになります。で週案に関してはものすごいこうたくさん書き込むというよりは、その週、じゃあ4月はこういう月にしましょうになってましたけども、この第1週目はこの1週間、多分平日だと5日間なので、月火水木金、最初の入園式のこの5日間をどういうふうに過ごすか。例えば1日始まりで月曜日だったとしますよね。そしたら初日、はい、多分入園式でこういう取り組みをしますって、どういう配慮が必要ですかとか、で火曜日2日目なので、なんかこう例えばクラスの中で朝の会でみんなを紹介してみるとか、なんかそういう周りのお散歩コースに行ってみるとか、こういう制作をしてみるとかいうふうに、月のありたい姿を踏まえて、そのために何ができるだろうか、どうしていこうかというのを落とし込んでいくのが週案です。でこれほとんどですね、ある意味、ざっくりとした計画でいいんです。大事なのはその目標とするあり方と反省振り返りです。目標をちゃんと持った上で日々5日間過ごしましたか、それやってみてどうでしたか。これコーチングにすごい似てるんですよ。コーチングって何かっていうと、やっぱり目標を立ててそこに対して振り返りを入れていく、どうなりたいか問いかけることによってありたい姿が見えてくる。でそのどうなりたいかを自分で考えたことによっていろんな取り組みだったりできることが見えてくるんですが、大事なのは振り返りで、やってみてどうでしたか、
そこからの学びは何ですか？あなたにとっての気づきは何でしたか？で、もっと言えば、子供にとって今後どうつなげていったらいいでしょうかっていう、子供に対しての目線がやっぱり保育者が大事なんですね。で、ここでよく週案の反省とか、あとこれ、月案、日案の反省っていうコーナーがあるんですけども、反省って主語がないんですよ。で、誰の反省なんですかっていう話になるんですけれども、自分の反省書いちゃう人がいます。私が計画もあんまりちゃんと立てずにやっちゃったから子どもたちが動けなかったですみたいなことを書くんですね。でですね、今後はしっかりと計画を立ててやっていく。確かに大事なんですよ。大事なんですけれども、クラスとしての振り返りを入れていきます。例えば、反省っていうのはいけなかったことの指摘だけじゃないんですよ。どうだったんだろうって考えて、うまくいったところと、さらにこれからどうしていくのか、そのためには何ができるかっていうのを落とし込むためのものだと思ってください。というわけで、今、週案ができましたよね。今度が日案になるんですが、日案っていうのは何か。つまり、一日の流れの中で朝の会があります。そうですね。保育にあまりこう詳しくない方もいらっしゃるかもしれないので、保育園っていうのは朝早番で、例えば7時半から早朝保育で来るとしますよね。けれども、実際には子どもたちの、保育が各クラスで始まるのって8時半から4時半までのこの時間帯で、この時間がコアな保育の時間だというふうに言われてます。それ以外は早朝保育、そして夕方の保育っていうふうに遅番保育っていうふうに言われてまして、異年齢で関わることを推奨するとか、やっぱり職員の数が一番濃いのが、暑いのがこの8時半から4時半なんで、それ以降になってくるんですね。なので、クラスで日案とか週案っていうのを立てるときは、8時半から5時半までのこの時間帯のことを言っています。で、日案に関してはまさにその8時半からの時間の流れをちょいちょいこう書き入れていってですね、今日は何時に何やったかな、何時にお散歩に、最初予定を書きますね。なので、例えばじゃあいつもは9時に一旦お片付けをして、で、トイレに挨拶をしに行って、朝の会をやって、で、お散歩に、おやつを食べて、お散歩に出て、どこどこ公園に行って帰ってくる途中でいろいろあってとか、あるいは11時半に給食だったけれども、ちょっとずれて11時40分になったとか、あるいは急遽お客様が来て、ちょっとこう園内を見ていただくことになったので、何かこう行事をちょっと1個入れましたとか、そんなような感じでですね、その日の予定と実際どうだったかっていうのを書き残していきます。で、ここでも同じように反省っていうのがあるんですね。反省は先生の側のクラスを見ていた所感ですね。例えばお客さんが来たことによって子どもたちはざわざわっとしたけれども、でもドキドキしながらも自分から「おはようございます」「こんにちは」って声をかけられる姿が見られたと。これとっても微笑ましかったというような形でですね、子どもの様子や振り返った時の記録として残しておくことを入れていくんです。で、一方でなかなかその緊張して声をかけられない子どももいて、職員の後ろに隠れてしまうこともあったと。けれども、職員の手を引いていこうとしているところもあったので、意欲がある子どもの気持ちを後押しできるように今後も関わっていきたい。で、なおこういった時にこういった準備物があるとさらに良かったとかいう形でですね、様子、振り返り、今後の課題というような形でいろいろ書いていけると、自分にとっても学びになりますし、子どもにとってもとても今後の役に立つことになります。で、おそらくですね、個別の子どもの名前を書くところが、数行あると思うんですね。時間の流れの横の部分になると思うんですけれども、これが例えばクラスの中で子ども今日見ていて、子ども3人か4人ぐらいですね、ちょっとピックアップして、この子はこういう遊びを通じてこういう姿が見られたとか、いつも甘えん坊なりなりちゃんだけれども、年下の子どもに対して
お姉さんらしい一面を見せていた。が、イヤイヤ期真っただ中のなにはなっているなりなりちゃん。であるが、ちょっとこう、大きな声を出したり発散をした後に、気分が切り替わって、スムーズにエビフライを食べていたとかですね、そんなような感じで、様子を残していくんですね。で、この時に、割とやってしまいがちなのが、気になっている子。あ、この子、ちょっと手かけてあげなくちゃ。この子なんか最近心が荒れてる？ケアしなくちゃっていうふうに思う子供にとても目が行きがちなんです、保育者は。で、やっぱりそこ、手厚くフォローする必要があるっていうのはもちろんなんですけれども、振り返ると3人の名前が繰り返し出てきて、時々違う子の名前は出てくるけれども、全く名前が出てこない子がいるっていうふうになるとですね、テレレーってなります。なりますし、後で成長記録を3ヶ月おきのものを書くときに困るんですよ。思い出せない。あの子はどんなことを普段していたのかっていうふうに思っちゃったりしてですね、自分が悩むことになりますので、定期的にいろんな子どもの名前を挙げて、意識的にフォーカスしていくようにしてみてください。はい、で、これも多分ベテランの先生は何気なくやってるんですよ。ただ、皆さんが何気なくやってることをいかに言語化して伝えていくか、これが大事です。言語化していってください。はい。で、個別の子供の名前を書きましょうねというお話をしました。ここまでが年間のドラマ、年間指導計画、そして月ごとのドラマ、月間指導計画、月案、指導案か、はい、月案、週案、日案。これらの書類はですね、どこに向けて書くものでしょうか？保護者でしょうか？保護者ではないんですね。で、どちらかというと、園内で共有をするためにあります。園内って誰でしょうか？職員同士だったり、クラスのことを見ている担任と、園全体を見ている園長や主任とが、同じ眼差しで子供のことを見ることができるように、あるいは他のクラスの先生に子供たちのことを引き継ぐときに、次のクラス替えで子供をまた違う子を受け継ぐってなったときにですね、受け持つときに、あ、前のクラスってこんな感じだったんだ、なるほどなるほどって、クラスのカラーがあるんですね。じゃあ、このカラーを踏まえて、どういうクラスにしていこうかとか、次ごとのこの計画を立てるときにも、もっとアクティブなものを入れてみようかな、私ちょっと内向的なところあるけど、この子たちがとってもパッションあふれる子どもたちだからチャレンジしてみようかな、なんていうふうに、こうひらめきだったり、こうきっかけだったりっていうのをもらうようになるのが、その園内の書類なんですね。で、これは職員間なので、デスマス帳はいるでしょうか？いらないでしょうか？はい、必要ありません。なので、客観性が大事です。もしかしたら保育者の目から見たらこう見えるかもしれない。でも、それは事実なのか。それとも、メガネがかかっていて、こう投影してしまってる状態なのか。こうに違いない。あの子の意地悪は絶対心の不安が裏にあるはず。とか言ってですね、決めつけて見ちゃう人がたまにいるんですよね。そうすると、そうじゃないかもしれない。多面体の可能性が見えなくなってしまうんです。っていうところですね。はい。なので、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない、他にも可能性があるかもしれないというのを客観的に見せるために、このような様子が見られた、見られた、見てるのは自分なんですよ。保育者が見てるんですけど、こう見えた。もしかしたら自分の思い込みかもしれませんし、たまたまその場面がそうだったかもしれない。なので、このように見られたとか、あとは、このような様子があった。例えば、子供同士で2人でやり取りをしていて、物をこう奪い合ってるように見られた。客観的には見れた。けれども、実は、後々話を聞くと、こっちの子が、こう、憂さ晴らしにわざと物を引っ張って、で、こう、本当は欲しくないのに取った後に、ポンと投げ捨てたと。で、この子が怒って、なんでやるのよっていうふうになって、後で、いらないならちょうだいよ、私にってなった時に、いるもんって言ってですね。で、こう、引っ張り合いになったと。で、どうやらそれは、人のものが羨ましいっていうふうな思いになってしまったところがあったようだとかね。
そのような形で、こう見えた、このような背景があったようだっていうふうに書くと、あ、もしかしたら何々ちゃんねって、そのものに関して前にこういうことがあったんだよっていうふうに、他の先生からのエピソードで見え方が変わってくることがあるんですよ。そのものに対しての嫌な思いがあったとか、あるいはその女の子と他にも何かがあったとか、ということで、一場面だけじゃなくって連続的に多面体で子どもたちって関わりがあるので、大事なのは客観性です。なのでよく何々のような様子であった、このように見られたというような書き方をします。書くときにその書き方のコツっていうところですね、客観性をいかに出していくかっていうところを、ぜひ他の先生のものを見ながら参考にしてみてください。はい、で初めて書く人は参考にしますし、新人さんに指導される方は見て書いてって、同じ感じに書けばいいからってざっくり言わないでください。それが書けないから困ってるんですというわけで、私が書くときはね、こういうところに気をつけて書いていたよっていうお話ですとか、言葉遣いも実は大事なポイントなんですよ、これ書き分けてくださいね。でちなみにこれは内部に対しての資料ですし、保育者間の情報交換も含まれるので、客観性が大事なので、こういう言葉を使って表現するといいですよ、なんていうふうにフォローいただけると、受け取り手も分かりやすくって書きやすくなるので、時間かからなくなって残業も減ると、ね、で仕事が早く終わると、多分ただでさえ最初の頃ってみんな気使うんですよ。気使って疲れたなとか、こう早く帰って寝たいとかですね、私も最初1ヶ月は保育園出勤して帰ってきて疲れが取れなくて、ベッドに倒れ込んだら朝だったっていうのが1ヶ月ぐらい、なんか体育会系の部活に入ってる男の子みたいな感じですね。でしかも休みの日も遊びに行きたいのに疲れすぎて立ち上がれないっていうのはありましたね。体力と心と両方使ってるからだと思うんですね。なので書類を書き慣れていって、書類にかけるその労力をですね、ちょっとずつなんていうんですか、省エネ化、はい、あとゴミで言うとゴミの成分増やす、でこう労力を縮減してポイントを抑えて書けるようになる。そうするとすごく楽になりますし、自分の勉強にもなるので、何がポイントなのかっていう目で子どもを見ることができるので、結果的に保育の質が高まります。はい、そんなところもお話をしてあげるといいかなと思います。明らかにベテランの先生の子どもを見る視点と新人さんが子どもを見る視点って深さが違いますよね。新人さんは子どもがいること自体を見てます。また一人一人の名前を見ていたり、個性を理解するところに立っていたり、また子どもから試されたりして信頼してもらうために何ができるのかっていうところがまずまず大事なので、その上で子どもの奥行きの部分も見ていくための材料が、こういった年間指導計画、月案、週案、日案っていうところ、多面体の子どもの見方、プロの視点を見るっていうところが含まれています。はい、そこら辺も伝えていただいて、書くことによって私たちいい保育士になれるんだよって、だから頑張って書いていきましょうねっていうふうに声かけてあげてください。はい、で、行事の計画書というのが、これがまたちょっとだけ書き方が変わるんですね。例えば今の季節だと、これから夏祭りが今ちょうど終わりかけてるところが多いと思うんですけれども、夏祭りの場合ですね、例えば盆踊りがあったり、あとこう櫓を立てて、そこで先生たちがこうやってね、どんどこどんどんどこどんってこう和太鼓をやったりですとかあると思うんですけれども、その行事が進行していくためにはたくさんの人が関わってます。もちろん園長先生、主任の先生、いろんな現場の先生たちで、このいろんな先生たちがそれぞれの立ち位置に立ちながら同じ目標に向けて、でバラバラにならずに足並みを揃えていくための材料となるのが、つまりシナリオなんですよ。シナリオないとドラマとか成り立ちませんよね。はい、脚本、シナリオが行事の計画書だというふうに思ってください。はい、なのでここにはどんな目的で夏祭りをするのか、行事の目的、またそれを当日までの時間の流れ、
例えば1ヶ月前までにどこどこに申請を出してとか、和太鼓を確認をするとか、あるいはこう子どもたちと夏祭りで盆踊りを踊れるために、子どもに盆踊りの練習をする時間を保育の中で設けてこう指導するとか、例えばそのための法被の準備を確認したりとか、飾り付けの準備をしていったりですとかっていうところを、時系列で流れを追って書き出していくのが行事計画書です。で、しかもこれ書くことは大事なんですけど、一人一人の役割を明確にすることも大事です。書いたからって誰かやるだろうって誰もやらないんですよ。結構自分ごとになって初めて人って動くんです。なので一人一人の自分ごとになるように、そこに担当を振って入れていきます。じゃあ和太鼓のリーダーは誰々さんですよ、あるいはその先生にこの大道具のところをお願いしますとか、でこの大道具の先生はこういついつまでに櫓を組む、そういう準備をしていくとか、で例えば1週間前には子どもたちが盆踊りができるように全体での練習を入れていく。そうすると各クラスの担任にそこは指導を任せていくことになるんですけれども、こういう形で時系列と誰に具体的に何をしてもらいたいのか、で自分でどこの責任を持って進めていくのかっていうのをみんなで書き入れていって、最終的に行事を成功させていく。子供にとっても豊かな時間であり、参加者同士の交流もあり、そして子供が成長していける、夏の行事を通じて成長が見られる。保護者も子供の成長を見て微笑ましく思いながら、いろんな保護者と交流ができたりするといいかもしれないですね。じゃあ、そういった目標があるのであれば、当日までのその準備がいろいろあって、で、かつ当日自体もどういうふうにイベントを組んでいくのかっていうのがあるんですね。例えば子供だけを主でするのであれば、子供の盆踊りのみでいいかもしれません。けれども、保護者同士の交流だったり、子供と保護者が一緒に関わっていくというふうになったら、ゴールが変わるので準備も全部変わってきます。じゃあ保護者にいつの段階で声をかけるのか、どう関わってほしいのか、でどういうふうに未来を見せていくのか、この辺を共有した上で当日の時間の流れを組んで、でまた終了後の片付けのところまで、誰がどういうふうに片付けをして、最終的にどこどこで終礼をして終わりになりますとか、なんかそんなような感じでですね、全部書き出していきます。で、この時にやっぱり最初はなかなかイメージが湧きにくいので、前年度の行事のものを参考にすると比較的抜けが少なくなるかと思います。ただ目的は移すことではないんです。イメージを持つということと、今年の色を加えるっていうところ、また年によって先生が違うので、今年はどの先生に誰を何をお願いしたいのか、最終的にどうなってほしいのかっていうのをやっぱり入れていく必要がある。つまりこうイメージを持っていく、その見ている人、一緒に動いていく人がイメージを持って進めていけるために、具体的にやり取りをしていく、やり取りを書き出していくというのが行事計画書になります。結構これもざっくり書いて、先生これだとどこどこの動きか分かりにくいよなんていうふうになる、ね、指導を受ける方もいらっしゃるので、おすすめとしてはですね、前年度のものを見て、ここでこういう動きを入れてるんだ、赤丸つけてください。ここで大道具の先生、ここで何々が動く、いついつまでにどういう準備が必要って入れてったら、そのポイントになるところをいかに自分の今年度の過程とか予定の中で反映させていくのか、ここを書きながら自分でイメージをしていけるといいですね。で、行事なので敬語はいるでしょうか、いらないでしょうか。正解はいりません。客観的に書きましょう。端的に書きましょう。で、みんな対等に共有をしていくものなので、すっきりと、いついつまで何々を行う、この時に大道具に声をかける、何々さんが例えばいついつまでに提灯をぶら下げる、あるいは補習を行うというような形で、言い切りで短く書いていくようにできるといいですね。で、発達記録なんですけれども、発達記録とは何かというと、
子ども同士、園の中にはもちろんたくさんいるんですけれども、一人一人がやっぱり未来を背負っていく宝です。なので幼少期の記録、その0、1、2、3、4、5歳児の記録を3ヶ月ごとにですね、ドラマをまとめていくんですね。で、例えば初期の頃は不安もあったけれども、途中からやる気が出てきて、で、こう友達と一緒に相談しながら遊びを展開していく様子が見られたと。ただ一方で言葉になりにくい思いがたくさんあるようであると。で、今後は思いを言語化していくのを手伝いながら、自分の思いを友達に伝えられるよう支援をしていく。で、例えばお昼寝中にお漏らしが1回ありとか、で、あるいは今後こういうことがあるとか、なんか何々ちゃんが大好きっていう発言が聞かれる。で、お友達同士の中でも、その仲のいいこと、また好きなこと、あるいはそうでもない子っていうのが本人の中にもできてきているようだとか。ポイントは客観性です。客観性です。客観性ですっていうことで、この客観性が結構難しいですね。で、先生によっては思い詰めてる子どもの場合、こんなに何々したのに、なんかいつまで経っても言うことを聞かないとかですね、いつまで経ってもやめようとしないとか、片付けをしないとかですね、こうネガティブなことをすごい連打する子がいるんですよね。で、そうするとですね、本当のその子の多面体の姿が見えにくくなります。もちろんその側面もあるんでしょう。先生とそのお子さんの間ではそのような場面は見られるのでしょう。けれども違う側面はないでしょうか。もちろんうまくいっているところもあれば、そうじゃないところもあります。また面白いこともあるかもしれません。あるいはドジなところもあるかもしれません。なんていうふうに多面体の子どものドラマが浮かび上がるように、短くまとめていくのが発達記録。これはドラマが展開していくように、こう変化をなるべく目で見て追えるような形で書いていけるといいですよね。そして会議の議事録、これがなかなかネックだったりしますよね。会議というのは、そうですね、短いところだと保育園でも1時間とか、長いところだと2時間とかあると思うんですけれども、その時の会議でどんなポイントが大事で、どういうお話し合いが行われたのかっていうのを記録として残すことによって、後日振り返った時に、あ、ここでこれ決まってたよね、じゃあいいんだよね、私対応の時にこうやって伝えてもっていうふうに確信が持てたり、あるいはここで聞かれていたこういう事例がこっちでも出てきていた。例えばですね。で、そういったやり取りを議事録を振り返ることによって見ることができたり、あと自分たちの会議での発言を客観的に振り返るような材料にもなります。なので、観的にどんなお話が出ていたのか、そこでどういう声が上がっていて、結論がどうなったのか、結論大事です。書いてあげてください。結局何だったんですか、この話し合いはってなると、アウト。書くことが目的じゃないんです。大事なのは目標と決まったことと今後どうしていくのかっていうのを議事録で残していく。あとはいろんな声があったよ、その声も拾っておけるといいですね。で、議事録に関しても、デスマス調なのか、それとも丸をつけて言い切りなのかっていうところで結構悩まれる方がいてですね、これはデスマス調ならデスマス調で全て統一するとか、あと言い切りなら言い切りで統一するというふうに言われてるんですが、おそらく言い切りの方が文章を短く済みますし、客観性が出てくるので、お互いに理解がしやすいんじゃないかと思います。よろしくお願いしますっていうふうになると、言いにくいこと書きにくいんですよ。なので現場の先生たちにお任せしますとか、よろしくお願いしますとか、どこまでが自分の思いで、どこからが結果なのかが見えてきにくくなってしまうので、おそらくであった、こうなった、今後はこうしていくのいうような形で言い切りで展開をしていくのをおすすめをします。で、これも書き慣れなので、この辺は前に議事録を書いた方の読み返させていただいて、ああ、
こうやって書くんだっていうそのルールが見えてきますので、そこを自分の中で、じゃあ議事録の今回会の中で大事なポイントなんだろう、あれとあれとあれだなってメモに残しておいてもいいですしね。で、ぎゅっとまとめて伝えていく。議事録はちなみに早い方がいいですよ。人って翌日何パーセント忘れるかご存知でしょうか。その前の日に起こった会議、いろんなお話し合い、その会議の内容でも翌日になるとですね、人は6割忘れるというふうに言われています。6割忘れちゃうの？っていう感じなんですね。忘れてるのに考えなきゃいけないんですよ。いや、めんどくさいから今日はいいかって、今日は寝て明日の朝やろうって覚えられてる人は素敵ですね。でも実はすごく仕事が早い先生はすぐに仕上げます。これは私も気をつけないといけません。私も監修のお仕事、すいませんすいませんって言いながら先延ばししてギリギリで仕上げるんですけど、考えた内容を忘れちゃいます。これ危ないですね。なので、なるべく書類とか書くのはパッとひらめいたらその時にピッと書く。大事なポイントだけでも先に書いておけるといいですね。はい。というわけで、ここまで、夢チャンネルの保育書類の書き分け方というところを、こちらでご紹介をしてきました。いかがだったでしょうか？もうとにかくやっつけたい、なんとかしたいって、ただ書けばいいのかっていうと、それだと実は、かえって時間がかかるかもしれませんし、ポイントを抑えられてないと書いても無駄になっちゃいます。なので、ポイントは何か、何を求められているのか、今後はどうしていくのかっていうところを客観的に今振り返って、これからの書類を書いていくお仕事に役立てていただければいいかなと思っています。はい、今日もお付き合いどうもありがとうございました。はい、皆さんに感謝です。ありがとうございました。